はい、どうも、ぐっさんです。それでは、バイオハザードリベレーションズ2、続きプレイしていきたいと思います。前回なんですけども、あれですね、裏門の鍵をゲットしたところ、開かないところがあったんで、そこの鍵をゲットしたんで、今から戻ろうかなと。あと、スナイパーライフル。これはいいね。ゲットしたんで。で。これ。よし。エンブレム二つ目。から降りられへんか。向こうに回らないと意味がない。また再配置されてないか。大丈夫かいな。OK かな。ちゃんと。クリアリングだけはしとかんとね。よいしょ。ナタリアはちゃんとついてきてるね。ああ、よし、行こう。開けて、Is that where you met Moira? Over there? Yeah, near the big tower. 村を抜けて塔に向かう。確実に敵おるやろな。どこにいるかはわからんな。グリーンハーブゲット。ん？なんかあるな。なんか光らんかったよ。なんか光った気がしないけど、気のせいかしら。あ、やっぱりトッパーですけど。降りるしかない。バールがいるが、Right there. Don't you see it?
気のせいか。ああ、これね。何かがおるのはまあ確かに間違いないだろう。水の表現は綺麗やな。向こう側から鍵がかかってる。何かいるな。Vision's getting kinda... Barry! There's something right there! I don't know what you're seeing, but point me at it! It's getting closer! More right! Higher! It's getting closer! The monster's coming!うそだろ。いきなりなんだ。Vision's getting kinda... Barry! There's something right there! I don't know what you're seeing, but point me at it! It's getting closer! Higher! There! Shoot! Hit it! Keep going! You there! Shoot! It's getting closer!Invisible monsters. Oh, that's gonna be fun. いいしな、まったく。マジかよ。ここに穴があったか。もういいとこだ。空き瓶ゲット。お、手紙か。漁村の女の手紙。あいつらになって鉱山へ出稼ぎに行ってて1年になるまで島を復興させたあの方の計らいで、あなたのも村の仲間もみんな鉱山の仕事にありつけて本当に良かった。でもなぜなの。約束の期間は過ぎたのにあなたは帰ってこない。いえ、あなただけじゃないわ。仲間の誰一人としてこの村には帰ってきていない。
鉱山では生物が有毒ガスの影響を受けて目に見えない恐ろしい化け物に変異したという信じられない噂を耳にした。あなたの無事を心から祈っています。一日も早く帰ってきて。さっきのやつやな。よ、そんな地図をゲットして、アルコールゲット、洗剤ゲット、アルコールな、火炎瓶にしといてもよかったかな。じゃあこの子の手を借りよう。オッケー、開いた。エメラルドゲット。ゲット、左打ってもそうだ。弾の無駄遣いしたな。あ、思い出した。この上に。三つもあるぞ。パリの頭やった。
これちょっと待って。怖くないこれ。目があって、このエフェクトは怖えわ。レアパーツセットして。Somebody really trashed this place. What the hell happened? ペドロの、腕輪解析も GPS ユニットを確認。おそらく俺たちの場所は探知されている。操縦室で向こうからの音声はもちろんこちらの声も届いている。周波数解析の結果、送信はこの島の地中心で障害の少ない高い位置、つまりあの塔だ。あの女はそこにいるに違いない。生体センサーでつけているもののバイタルサインが送られている。あの女はマジで俺たちのことを監視しているらしい。こいつはウイルスの投与もはったりじゃねえ。早くなんとかしなきゃマジでやべえ。はい、空き瓶ゲットして、アンチリコイル。デイズ。アンチリコイル。反動を減少させる。デイズ。レベル1。何がいい？これかな？これしか無理なのか。アンチリコイル。反動を減少させる。せな、こうつけといて。って感じかな。ハンドガンの弾ゲットして。盛大に壊れてるわ。上は何かあるかな。お、アサルトライフルの弾ゲット。とは？
ちの方まで攻撃をした方がいい。即死させられるからな。タッチ悪いよ。ちょっとだけ進みますか。I came this way once. Moira might have been here too. そうですね。ここで一旦終わりましょう。それではね、今回の動画はこの辺りで一旦終わりたいと思います。それではね、また次回の動画もよろしければ見に来てください。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、失礼します。